記録。前方にケイトス島を発見しました。現在上陸ルートを検索しています。島の下の方を見てみよう。よし、ケイトス島の宝は俺が7割、お前が3割だぜ。ブラックドッグさん、そりゃ不公平でしょう。ふん、俺がガキどもを捕らえなければお前らは何もできなかったぞ。目標確認、ラベンジャーとハイエナです。あの二人からもっと情報が得られると？片方は出来損ないだから捨てちまったが、もう片方は利口そうだからな、何か聞き出せるはずだぜ。見つかったのか、ブラックドッグさん、逃げましょう。逃げるな、奴を止めろ。親分が呼んでるんで、お先に失礼します。おい待てよ、もう走れねえ。こうなったらやってやる。俺はあいつらの仲間じゃねえ。やめろってば、暴力反対。お前ハイエナの仲間だろ。いやいや、あれはラベンジャーだって。あいつらが島で悪さしようとしてて、そんで無理やり仲間にさせられたんだよ。あいつらはこの先にある島の山道を占拠してる。俺が知ってんのはそれで全部だ。わかったよ、今回だけは見逃してやる。ありがとう、ありがとうございます。もう悪いことはしないって約束する。このまま家に帰るからさ。提案、早く島の人に伝えるべきです。不明な誰かに追跡されています。目標を見失いました。再び位置特定します。目標を発見、識別開始。目標を見失いました。大きい人、亡くなりました。おい、その大きい人ってまさか俺のこと？うわー、撃たないでください。メロ、暴力は嫌いです。メロ。あなたは何という名前ですか？メロ、そうです、メロです。なんで後をついてくるんだ？この先、危険、悪い人います。記録、この先悪い人います。悪い人、ブツ、メロ、ハンナ、メロ、痛い、悪い人捕まえました。ハンナ。ハンナってお前の仲間？ハンナ、そうです、ハンナ。ハンナはあなたの製造者、またはよご、ご主人様ですか？ハンナ、そうです。ハンナ、ご主人様。はい、博士です。博士って、ドクター・クレアのこと？上のケイトス島から来たのか？メロ、帰りたいです。ケイトス島。島に上陸する方法は知ってるのか？悪い人、追い払います。ケイトス島、戻れます。わかった。あいつらをやっつけてくる。
い人、注意です。警戒、前方に敵目標を検知、注意してください。見つかりません。メロ、上陸、博士、報告します。博士に協力を頼みたいのか。なるほど、俺もちょうど博士に用がある。熱気球の安全係数は低い。熱気球大丈夫です。飛ぶ、メロ飛びます。うん、じゃあ行こうか。メロ、この熱気球は安全なのか？熱気球、安全です。ゆっくり飛びます。落ち着いたとはいえ、敵が追ってきたらどうしよう。熱気球、ポンポン砲、わわわ、悪い人、撃ちます。メロ、大丈夫か？どうしたんだ？言語チップ。きっとこれだな。メロに渡そう。お前のなくしたチップってこれだよな。メロ痛いです。検知、メロは正常な状態に戻りました。熱気球、悪い人、壊しました。うん、あいつら熱気球まで壊すなんてひどいよな。
他に島に上陸する方法はある？熱気球、もう一個悪い人盗みました。もう一つ熱気球があって、それが悪い人に盗まれたってことか？どこに行けば見つかるか知ってるのか？熱気球、知りません。悪い人近くにいます。わかった、そいつらを懲らしめに行こう。前方、悪い人、注意です。あそこ、大きい人、危険です。でも、熱気球はここにはなかった。もう少し手がかりを探さないと。大きい人、後ろです。その悪い人、メロを叩きました。悪い人です。そいつを早く捕まえましょう。逃げる、ダメです。やめろ、追ってくるな。逃げる、絶対ダメです。てめえら、近寄ったら承知しねえぞ。ブラックドッグ、家に帰ると言いましたね。なぜまだここにいるのですか？いや、荷物を取りに来たんだよ。そう、荷物がないと家に帰れねえだろう。ハンナ、どこです？ハンナ、もう一人のお子様か。あいつは第二アジトに連れてかれた。ああ、熱気球もそこだ。記録、第二アジトの詳細な方位を教えてください。この道をまっすぐ行けばすぐだ。もう知ってることは全部話した。頼むから許してくれよ。行けよ、もう二度と顔を見せるな。ハンナ、見つけました。メロが捕まって熱気球もなくなった。私どうすればいいの？ハンナ、メロ見つけました。ハンナ、メロ無事だったの？よかった。私何とか逃げ出してメロを探しに行こうと思ってたんだよ。ハンナ、ダメです。泣きません。メロ来ました。大きい人、手伝いました。大きい人？メロ何言ってるの？え、あなたたちは誰？私たちを助けに来てくれたの？はじめまして、ミアです。大事な用があって、ドクタークレア、に会いたいのです。つまり、お客様ってことね。大きい人、すごいです。大きい人、助けます。メ
ロったら、なんて失礼なの？大きい人じゃなくて、お客様って呼びなさい。メロ。メロ。ふん、おバカのメロなんか知らない。お客様、一つお願いがあるの。まずは熱気球を取り戻さないと。熱気球は、悪い奴らがアジトに運んでいった。あそこは衛兵がいっぱいいるの。私が先に行って、様子を見てくる。アジトの様子はどうだった？悪い奴らでいっぱい。悪い奴、いっぱい。メロは黙ってて、あいつらに見つかっちゃうでしょ。まず見張りを何とかしないとな。できれば誰にも気づかれずに。博士が言ってたよ。一番いいのは頭を狙ってバーンだって。狙って頭、痛い痛いです。攻撃を受けるとそのガスが外に飛び出すんだ。お客様があの実をアジトの真ん中に投げ込めば、悪い奴らはみんな眠くなる。そしたらすぐに熱気球を取り返せるよ。あの実ってそんなにすごいのか？うん、私がどこに投げ込めばいいか印をつけてあげる。お客様は自分がガスを吸い込まないように気をつけてね。飛びます。メロ、ハンナ、お客様、飛びます。ダメダメ、ここからは飛ばせないよ。あいつらが物音で起きちゃうかもしれないでしょ。そしたら危険だって。熱気球を安全な場所に運ばないと。そうだな。見て、あそこに車がある。あれで熱気球を運ぼう。お客様は車をここまで持ってきて。私とメロは熱気球を片付けておくね。よっ。
出発よ。え、誰が運転するんだ。もちろんハンナよ。あたしちゃんとやれるから安心して。ハンナ、重いです。メロのバカ、女の子を重いだなんて。だって重いです。バカメロ、動かないでよ。車がひっくり返るわ。報告するね。博士きっと大歓迎してくれるよ。感謝です、感謝です。最近はお客様が多くて、ケイトス島も久しぶりに大にぎわいね。お客様ってどんな人たち？遠くから見ただけだからよくわかんない。メロも見た？お客様、大きい人、大きい大きい人です。もうメロのバカ。お客様、急いで島に戻りましょう。ここに来たのは初めて？初めて、初めてです。メロの話し方はなんというか面白いな。メロの言語システムはアップグレードされていないの。つまりバカってこと。メロ、バカ、違います。バカバカバカ、ふん。メロはほっといて。お客様、ハンナが案内するわ。島は楽しいよ。ようこそです。お客様、私が島を案内しましょうか？案内しましょう、しましょう。先に博士に会わせてくれる？大事な用があるんだ。いいよ、私が博士のところに連れてってあげる。メロは一人で遊んでて。メロ、メロ。博士はスケジュールがいっぱいで今どこにいるかわからないわ。博士は忙しいのかい？最近お客さんがよく来るからそれで忙しくなったの。あ、いたわ。博士はあそこよ。ハンナ、おかえり。ずいぶん遅かったわね。ねえ博士、私とメロ悪い奴らに捕まってもうちょっとで帰れなくなるところだったの。え？悪い奴ら？レインコール島の奴らのこと？違うよ。
レインコール島に近づくなっていう言いつけはちゃんと守ってるもん。違う悪い奴ら。また面倒に巻き込まれないといいけど。このお客様のおかげで私たち戻ってこられたんだよ。お客様が博士に用があるって言うから連れてきてあげたの。へえ。あなた誰？ああ、ハガードの。やっぱり面倒なことになった。へえ、なるほど。あなたもアストロナジーは欲しいのね。ええ、ハンナから聞いたでしょ？この島に私を訪ねてきたのはあなただけじゃないのって。でも、あなたとあの人たち相性が悪そうね。それはどんな人たちなんですか？アイダの子よ。はいはい。先に言っておくけど、ここで揉め事を起こしたら承知しないから。わかりました。ルールは守ります。だからそいつらに会わせてくれませんか？まあいいけど。でもそうね、物を壊したらきっちり弁償してもらうわよ。私の言い値でね。ハンナ、お客様を案内してあげて。あなたもここを見つけるとは。なんでここに？こんなことになるならカレードのところであなたを始末しておけばよかった。お客様方、ここで喧嘩はダメ。みんな仲良く仲良く。ふん、よかろう。客人たるもの、他人様の土地ではルールを守るのが務め。ジークはどこにいる？ジークは博士と大事な話をしてる。でもあなたには会いたくないでしょうから、せいぜい一人で頑張りなさい。そりゃどうも。お客様たち、どうしてそんなにツンケンしてるの？でも私思うの、みんな仲良く協力し合えばどんな困難も乗り越えられるって。そうじゃない？博士が言ってた。消えていいのはすっごくすっごく悪い人だけだって。でも私、あなたももう一人のお客様もいい人だって思うよ。わはは、私に知らないこともあるからかな。行こうか。博士のところに連れてってあげる。お客様、早く。あら、はぐれちゃったのかな。あれはジークか。あらあら、邪魔が入ったわ。やっぱり来たか。みんながあなたとシャーリーを心配しています。俺にはやらなきゃならないことがある。シャーリーのためだろ？アイダの子がシャーリーを救ってくれるとでも思ってるのか？お前に何がわかる。俺もお前も一方の主張を信じているだけだろう。博士、実験はいつから始められますか？今？では今すぐ始めましょう。Thank you.
ジーク、ジーク。あら、ごめんなさい。どうやら実験は延期するしかないようね。延期だって。博士、シャーリーは大丈夫ですよね。妹さんはかなりのレアケースね。今までこんな状態で生きながらえている個体は見たことがない。あのサイボーグのお友達、妹さんに何をしたのかしら。技術はすごいけどひどく無謀ね。彼女たちは禁じ手を使って体内の変異反応を強引に抑え込んだ。妹さんを救いたいならその禁じ手を解かなければならない。でも禁じ手を解けばシャーリーの変異反応が進んでしまうのでは。そのリスクはある。でも禁じ手を解かなければ変異から回復する手立てすら見つけられない。ただし失敗すれば状況は悪化の一途をたどることになる。改めて実験全体に必要なエナジーの量を計算してみた。簡潔に言って手元にある量だけではとても足りない。あとどのくらい必要なのです？多ければ多いほど。言っておくけどこれはビジネスよ。私にあなたたちを助ける義務はない。彼女を救いたいならあなたが全力を尽くしなさい。わかりました。俺が何とかします。ジーク、出してくれ。頼む、力になるから。ジーク、静かに。バリアの制御装置はここよ。あなたたちの関係はちょっと複雑みたいね。ジークが救おうとしているこの子はあなたの友達？はい。シャーリーは今元気なんですか？そうね、なんとか命をつないでる。でも人格や意識は彼女の奥深くで眠ってて、どんどん呼び覚ますのが難しくなってる。エナジーが人工神経のつなぎ目に行き渡らなければこの子が目覚めることは二度とないと思ってちょうだい。俺に手伝えることはありますか？あなたは強いってハンナが言ってたわ。ちょうどあなたにぴったりの仕事がある。ついこの間ラベンジャーにとっても貴重な設備を盗まれたの。あれがないとシャーリーも病状が安定しない。でもうちのおチビちゃんたちには取り戻せない。そこであなたの出番ってわけ。そのラベンジャーはどこだ？奴らは下のレインコール島に隠れてる。とある事情で、いいえ、技術的な要因で一時的にそこに足止めされてるの。位置情報はハンナに伝えておく。あの子が敵の発見に協力してくれるはずよ。あとはどうすればいいかわかるわよね。遅かったね。体は大丈夫？お怪我はありませんか？もう喧嘩しても手は出しちゃダメ。私あの人たち嫌い。中で何があったのですか？ミアはシャーリーのことが心配です。博士がシャーリーを覚醒させようとしたところで問題が起きた。ハンナ、博士からレインコール島のことは聞いてるよな？もちろん。レインコール島には悪い奴がいっぱいいるの。
お客様、お願いだからあいつらを追い払って。でも敵の数が多すぎるから、行く前にしっかり準備しなくちゃ。行こう、あたしがイスラール執事のところに連れてってあげる。執事のイスラールは博士の助手なの。へんてこなものをいっぱい持ってるわ。いいものがないか見に行きましょう。はんな、ミーに何か頼み事ですか？あのね、おっきなポンポンを貸してほしいの。大きなポンポンとは何ですか？おっきいドロイドのことだよ。ポンポンってするの。でも大きなポンポンはおちびちゃんたちには貸せないのです。博士が決めたルールです。違うってば。私じゃなくてこのお客様が使うんだよ。お客様が大きなポンポンを使って悪い奴らを倒すんだよ。わかりました。でも大きなポンポンのエナジーは短時間しか持ちませんよ。気をつけてください。私気をつけるね。執事さん、ありがとう。ここって悪い人が多いんだね。ダムが降りてきたよ。水面にも巡回のラベンジャーがいる。どこを通ればいいかな。でもダムを上げない限り通れないよ。お客様、あそこ、あれってダムを上げる機械でしょ。衛兵たちのことはお客様にお任せするね。島のラベンジャーもダムの動く音に気づいたはずだ。油断は禁物だぞ。そうだね。レインコール島の中心地はまだ遠い。急ごう。
ねえお客様、レインコール島に着いたけど道にもいっぱい衛兵がいるね。お客様、ちゃんと覚えてるよね。そう、敵を手っ取り早く倒すには頭をボカッとやるのが一番。とにかく気をつけなきゃ。ここで時間を無駄にしちゃダメ。絞っちゃおう。やったー、お客様、ミストフラワーで煙幕弾ができたよ。どうぞ。でも煙幕はそんなに長持ちしないの。だから急いで突破しようね。こっちよお客様。ここまで来た。危なかったね。お客様、博士が印をつけてくれた場所に近づいたよ。この先の角を曲がればすぐそこ。さっさと仕事を終わらせて帰ろうよ。私もうこんなとこは嫌。お客様、静かに。気づかれるわよ。静かに。悪い奴がいっぱいいる。アジトはきっとすぐこの近くね。お客様、どうやって侵入するつもり？でも警備はかなり厳重だよ。お客様、大丈夫なの？そう、なんだかちょっと心配。でも、あとはお客様次第ね。くれぐれも気をつけて。大丈夫か？私、ちゃんと隠れてたのに、ミュータントが二人。怖かったよ。
なんでここにミュータントが。ここなんか変だよ。あちこちにミュータントの匂いが漂ってる。手当たり次第手がかりを探してみよう。見つかった？ベックマンという人の残した情報を見つけた。彼は極秘実験を進めていたらしい。そう、きっとそいつも悪いやつよ。そんな大事な発見はすぐに博士に知らせなきゃ。あと私もすごい発見をしたの。お客様、あれ見て。誰だと思う？ブラックドッグ。まだラベンジャーのとこにいたのか。さっさと捕まえよう。きっといろいろ知ってると思うよ。承知しねえぞ。ブラックドッグ、お前にはもうチャンスをやったはずだ。え、ああ、いや、俺ブラックドッグじゃないっすよ。俺は弟のホワイトドッグっす。そう、ホワイトドッグ。この私が人違いなんてすると思う？そのくっさい大衆まで覚えてるんだからね。正直に吐け。お前たち、この島で何をしてる？これは全部、ドクター・ベックマンの差し金なんだ。なんだっけな。変異反応の制御性の研究をするとかなんとか。ドクター・ベックマン？ラベンジャーが大枚はたき呼び寄せたスーパー科学者だよ。ボスは博士に恐怖のミュータント軍団を作らせるつもりなんだ。だから変な匂いがするのね。まさかミュータントを作ってたなんて。それならあんたたちが盗んだ設備は？ゲートストーから盗、いや、拝借したあれか。あれはドクター・ベックマンに渡した下の物資倉庫に置いてあるはずだ。ドクター・ベックマンはどこだ？博士はラベンジャーに呼ばれて本部に戻った。残ってるのは下にある物資倉庫の見張り番だけだ。早く取り返しに行こう。シャーリーっていうお客様が私たちのこと待ってるよ。ミュータントよ。ブラックドッグは嘘つきじゃなかった。お客様、気をつけて。よっ。
あれは補給箱。行ってみよう。こっちよ、お客様。お客様、博士が急いで戻ってこいって。何かあったのか。シャーリーさんの覚醒実験を始めたくて私たちを待ってるんだって。博士から頼まれたものが。それなら私がもう手に入れたよ。でも博士言ってた、これはケイトス島の秘密だって。だからお客様には見せられないの。うまくいったわね。ダメかもしれないと思って心配してたのよ。これがあれば実験のリスクもかなり下がるわ。博士、シャリーは。リスクは下がるけど 100% 成功するとは言い切れない。どうするか答えは出た？少しでも希望があるなら諦めたくありません。妹さんを救えるかどうかだけじゃない。実験に失敗すれば何が起きるか誰にもわからない。一つ契約書に付け加えさせて。今回の実験で私が被った損失は全てあなたたちが負担すると。それに応じられないなら。わかりました、博士。俺が全ての責任を負います。そう言ってもらえたら安心だわ。では始めましょう。覚醒プログラムを実行するわよ。準備はいい？それじゃ起動。本当にせっかちね。博士、どうかしましたか？シャーリーは無事ですよね？彼女の抑圧された人格を呼び覚まそうとしたため。でも覚醒プログラムが完全に機能する前にこの子の精神状態はとても不安定になった。それより面倒なのは私がシステム全体に対する制御権を失いつつあること。彼女の精神が全てをコントロールしようとしている。シャーリーがシステムをコントロール？いいえ、シャーリー自身ではなく、シャーリーの体内で暴走する人格のことを言ってるの。これ以上悪化するとまずいわ。システムが制御不能になればケイトス島全体が混乱に陥り、シャーリーの本当の人格もおそらく消えてしまう。教えてください、俺はどうすれば。私があなたの精神をシステムにつなげる。あなたはシステムの構築したバーチャル世界でシャーリーを見つけて彼女をなだめて。ただしあなたの精神まで彼女の影響を受けて発狂するリスクも相当高い。そうなれば申し訳ないけど、あなたたち兄弟の肉体を破壊するしかない。わかりました、始めましょう。それと
そこのあなた、もう一つ手伝ってちょうだい。実験用のロボットアームが制御不能になってかなり危険な状態なのよ。ジークがシャーリーを覚醒させるまでロボットアームがこの部屋を粉々にしないように見張っててちょうだい。シャーリーをどこへ連れて行くつもりだ。助かったよ。だがこの後起こることにお前を巻き込みたくないんだ。こうなると思った。博士、シャーリーは元に戻ったんですか？正直今回の実験はうまくいったとは言えない。でも最悪の事態は免れたわ。あの子は少しずつ良くなるはずよ。ミア、嬉しいです。あなたは他人の心配よりも自分のトラブルを解決するのが先でしょ。俺？トラブルなんてありましたっけ？言ったでしょ、今回の実験で私が被った損害はあなたたちで負担するって。でもジークは自分が責任を負うって。あのね、ジークの件とはまた別。あなたの起こした問題はあなたが責任を取るのが筋ってものでしょう。よく見なさい、この実験用ロボットアーム完全に壊れてるでしょ。でもそれは博士が俺に。私はロボットアームの暴走を止めてと言ったの。バラバラに分解しろとは言ってない。博士。何が博士よ、ここに博士なんていません。いるのは実験室を失ったかわいそうな女だけ。そうね、あなたどう見ても貧乏そうだから借りは体で返してちょうだい。私はここの後片付けで忙しいの。仕事内容はイスラールに伝えておくわ。急いで彼のところに行って。博士から U のお仕事リストは預かっています。ケイトス島周辺で活動する悪い奴らの名前が入ってあります。ご本、博士のお言葉です。彼に伝えて、責任を持って厄介者を退治しなさい。記録リストに記された名前を教えてください。読み上げます。ライダーダッ
ラックドッグ、あいつまだ懲りてないのか。はー、カセのご命令です。ブラックドッグを追い払ってください。ライダーとダーシャはここに残すように、博士から申し付かってます。他の使い道があるそうです。二人はきつく懲らしめて奪った物資を取り返せば、それでいいそうです。提案、ミアがブラックドッグの居場所を追跡します。二手に分かれて行動しましょう。ミア、どうしたんだ？ブラックドッグがラベンジャーに捕まりました。ミアは目標を追跡中、協力してください。現場を目撃しました。ラベンジャーがブラックドッグをどこへ？このさっさっさ先にあるアジトです。ラベンジャーがなんでブラックドッグを？うちは揉めか？ミアの分析でも結論は出ませんでした。どういうことかはっきりさせよう。お前、なんであいつらに捕まったんだ？それがさ、
俺、お前にあいつらのひでえ計画を話しちまっただろ。それで口封じのために殺されそうになったんだ。うん、そうそうそう。あともう一つ大事な情報を忘れてた。俺をケイトス島に連れてってドクタークレアに保護してもらうって約束を取り付けてくれたら話してもいいぜ。情報？それは博士に連絡してみないと。すっげえ大事な情報なんだ。絶対後悔はさせねえから。あ、やべえ、あいつらが戻ってきた。イスラール執事、博士はいますか？うーん、少々お待ちください。博士と通信。ブスの呼び出しね。なん？ブラックドッグ、重要な情報を教えるから保護してほしいそうです。あら、私に保護を求めるですって？ズルをして吊るし上げられたの？いやいやいや、これは博士のお人柄に惚れ込んだんです。あんなひどな奴らには嘘が出ますよ。よーじゃあそいつを連れてきて。もし嘘だったらケイトス島からダイブしてもらうわよ。まさかそんな、博士の寛大なお心に感謝します。ブラックドッグ、情報と引き換えに保護してほしいんですって？そう、その通り。すんげえ情報があるんだ。へえ、聞かせて。いい、いや、保護の約束が先だ。チャンスは一度きりよ。おわっと、話す、話せばいいんだろう。ラベンジャーは地上のオムニアムスタンドを壊してケイトス島のエナジー補給を止めるつもりだ。そんなくだらないことで私を煩わせないでちょうだい。この島にはオムニアムの備蓄が1年分あるの。それに最悪の場合引っ越せば済むことでしょ。そんな。まあいいわ、どんなに小さくてもトラブルの芽は摘んでおかないと。オムニアムスタンドの件はあなたに任せる。ブラックドッグはとりあえず閉じ込めておくわ。おい、情報と引き換えに保護してくれるんじゃねえのかよ。閉じ込めるなんて不公平だ。ごめんなさいね、あなたの情報は無価値なの。
爆弾が2個あります。処理完了後、帰還できます。わお、終わったの？次の仕事が待ってるわよ。え、これが最後じゃなかったんですか？ブラックドッグが逃げたわ。実験室の重要装置まで持ち出して。なんだって？あなたが連れてきたんだからね。責任を取ってもらわないと。はい、わかりました。データ更新。目標はブラックドッグ。窃盗記録が追加されました。奴が何を盗んだのか知らないけど、博士の言い方が気になるな。捕まえたの？逃げられました。ああ、急いでちょうだい。盗まれた装置はね、とても危険なの。危険？とにかく早く捕まえて装置を取り戻して。あれ？
けねえだろ。急いでちょうだい。盗まれた装置はね、とても危険なの。急いでちょうだい。盗まれた装置はね、とても危険なの。博士、ちょっとお聞きしたいんですけど、盗まれたのはタイムリバースに関係あるものですか？ハガードで似たような経験がありましたが、あの時は自分の意思でタイムリバースさせていました。あなたの言う通り、あれはタイムエンジンのプロトタイプなの。あんな危険なものがならず者の手に渡ってしまうなんて。どうやらエンジンを起動させたみたいね。そのせいで私たちの時間軸が未知の循環に取り込まれてしまった。実験室で逆方向のタイムエンジンを起動して、私とあなたの時間軸を同期させないと。連絡を密にね。どうしてあなたはタイムリバースの影響を受けないのかしら。ハガードの人はどんな小細工をしたの？すみません、何もわからないんです。まあいいわ。あなたの話からすると、ブラックドッグが処刑された件が今回のトリガーノードだって言えるわね。その結果を変えなければ、時間はそこで止まり、永遠にループし続ける。時間のブラックホールのようにね。抜け出すにはブラックドッグを助けてタイムエンジンを回収するまでよ。私にできるのはここまで。頑張ってね。博士、これで29回目です。もうたった29回でしょ。あえて言うけど、ハガードの研究レポートには実験事故の記録が残っているわ。 15,532 回もタイムリバースして、その度2週間続いたとかね。さあ、無駄話はここまで。まだ面倒事は片付いていないわ。でもあのラベンジャー、俺を見たらすぐにブラックドッグを。見つからなければいいのよ。頭を使って。その脳みそ、綿が詰まってるわけじゃないでしょ。潜入ルートを考えて、あなたのマップに同期しておいたわ。ルートに沿って進めば、奴らの背後に出るはずよ。そしたらやるべきことをやって、装置を持ち帰るのよ。だったらこの借りは絶対返すからよ。あなたが盗んだものは？ものはここにある。言っとくけど、指一本触れてねえからな。あ、ちょっと押してみたかも。ミアは、今回は確かに博士が悪いと思います。許してやってもいいけど、この辺をうろちょろするのはやめた方がいい。また彼女に捕まったら。わかった、出ていくよ。めちゃくそ遠くに行ってやる。
見つかった。早くしてね。ハガードのお客さんがもうすぐ到着するわ。対応したくないけどね。お帰りなさい。それで、物を？無事に回収しました。そう。タイムリバースを体験したご感想は？ブラックドッグを救えなかったら、ずっとあそこに閉じ込められたままだったんですよね。そうとも限らないわ。これは実証実験用の小型タイムエンジンだから、影響範囲が狭い。理論的に考えれば、十分な距離を取れば影響力は消える。もしくは、私みたいに逆方向に作用するタイムエンジンを使って、時空の波動を相殺するの。タイムルインズみたいに、自分の時間軸を単独で切り離せばいいのよ。タイムルインズって、一体何なんですか？あら、ハガードの人たちに教えてもらわなかった？チャンスがあれば、直接聞いてみるといいわ。あら、やだ。わざわざ行かなくても、腐肉を追うハエみたいなのが、向こうから飛び込んできた。これ、やっぱり君か。あら、フランツじゃない。あなたを招待した覚えはないけど。おい、もうちょっとおとなしくできないのか？いくらエルリックが君の研究を黙認してると言っても、ここまで派手な時空の波動を起こすのはまずい。ちょっとしたアクシデントよ。言いたいことはそれだけ。他に用がないのならお引き取りを。私そろそろ休みたいの。あれは危険だ、クレア。俺たちは経験者だ。君だって制御不能になればどうなるか分かってるだろう。どうなるか？その結果が今私たちの目の前にあるじゃない。もうあれから50年だよ。なあクレア、君だってずっと50年前にとどまってるわけにはいかない。失わざるを得ないものもある。手放す努力をしてみたらどうだい？あの頃のあなたはそんなにおしゃべりじゃなかったわ。フランツ主任、私は50年前のあなたの方が好き。クレア、俺が今日来たのは喧嘩するためじゃない。君の性格は俺だってよく分かってるさ。ハガードだ。エルリックが君に会いたがってる。私に会いたいですって。あの人たちと話すことなんて何もないわ。立場は違っても、みんな解決方法を探してるのは同じだ。過去に誤解や行き違いがあったかもしれないが、誤解や行き違い？それがあの人たちの言い分なの？それが異分子を排除するための口実ってわけ？クレア、彼らは確かに君に申し訳ないことをした。でもあの状況では仕方なかったんだよ。いくらオタクを並べたところでもう悪の張本人はいない。残った人間は知らぬ存ぜぬを通せるってこと？俺はただずっと誤解したままじゃ良くないと思ってるだけ。君とルーンは二人ともドクターヘンリーの愛弟子だっただろ。じゃあルーンを返してよ。彼をあんな忌々しい実験に参加させないでよ。ごめん、クレア。俺はただ伝言を預かっただけさ。君も知っての通り、アイダの子の動きが近頃活発化してる。エルリックは心配なんだ。へえ、矢面に立たされたら急に私を思い出したってわけ。でもどんなに忠実な犬でも意味もなく蹴られ続けたら牙をむき出すものよ。あなたが私の立場ならどうする？あれ？
尻尾を巻いて逃げ出すだろうね。それはなかなか扱いやすいワンちゃんね。親愛なるフランツ主任、エルリックに伝えてちょうだい。尋ねには行く。でもだからといって私があなたたちを許したわけじゃないって。ありがとうクレア。あんな汚い世界になんか最初から足を踏み入れるんじゃなかった。恥ずかしいところを見せてしまったわね。あなたはきちんと約束を果たした。だからアストロナジーはあげるわ。でもオムニアムタワーであなたを待ってる人がいるとか、安全にはくれぐれも注意することね。停止に成功。ハガードに報告できます。博士、ハガードは十分な誠意を見せました。協力を。誤解しないでちょうだい。ここに来たのはあなたたちが過去にしたことについて聞くためよ。どれだけ時を経ても賢くはなってないみたいね。残念だわ。次に会うときはその高慢ちきな顔を見たくないわ。次があればの話だけど。
博士、あなたとエルリックさんは。驚かせて悪かったわ。さっきの話ですけど、ハガードは昔何をしたんです？あら、我らがエルリック様から何も聞いてないの？不義理をしてるのは私にだけじゃないよね。答えが欲しいなら直接本人に聞けば。私はとにかく今すぐここを離れたいの。エルリックさん。博士の言う通りだ。ハガードは多くの誤った決断を下してきた。厄災に見舞われる世界を前に懸命に力を尽くそうともした。だがそんな努力も全て徒労に終わっていた。足元にある大地はこの世界のほんの一部に過ぎないからな。全ては変わり果てたのだ。我々はオムニアムを発見。傲慢にもオムニアムを制したと思った。傲慢にもオムニアムを制。輝かしい未来が来ると無邪気にも信じたのだ。だがそれは恐ろしい過ちだった。50年ほど前、原因不明のイカ現象が至るところで発生し始めた。後にオムニアムの放射によるものと分かったが、時すでに遅し、全てを取り戻すべく我々は闇に眠る禁忌を犯すことにした。オムニアムで時空構造に干渉し、タイムラインの一部を抹消したり逆回転させたりしようとしたのだが、うまくいかなかった。我々は時間に見捨てられた人類だ。すまない、隠すつもりはなかった。だが過去のことは外の人間には話しづらくてね。オムニアムの特性の多くは我々の理解を超えている。その中でも最も難解なのが時空構造の安全性に対する影響についてだ。簡潔に言えば、オムニアムには時空の逆転、ひいては時空の歪曲すら引き起こす力がある。つまりタイムリバースってことですか？タイムリバースはその最もわかりやすい特性の一つに過ぎない。それはつまりタイムライン上の現在に属するある一点を過去の位置に引き戻すというものだ。タイムリバースを引き起こした個体が今のタイムラインから飛び出す濃度を見つけたとする。するとその個体は物事の進む方向を変え、新たなタイムラインを作り出すことができる。その話はドクター・クレアから聞きました。彼女と夫のルーンはかつてハガードの上級研究員だった。この分野に関してはプロだ。そして私は彼らのプロジェクトリーダーを務めていた。我々は長年の仕事仲間だ。あの時私たちはその発見がもたらす無限の可能性に希望を抱いていた。みんな疲れも知らずに働き、新しい研究成果を得ようと躍起になっていた。だがその時点では自分たちの研究がこの世界にとてつもない影響を与えるなどとは思ってもみなかった。歯車が狂い始めたのは1回目のタイムリバースが成功した後だ。当時の第9地区のオフィサーカールが過激な実験プランを提案してきた。カールはプロジェクトチームの中から志願者を募って実験に参加させようとした。だがドクター・ヘンリーは安全性とリスクの観点からカールの提案を拒否した。
プロジェクトは一旦ストップした。だがその後様々なことが起きて、結局最後にはカールがドクター・ヘンリーを解き伏せた。しかも彼らはクレアに黙って彼女の夫ルーンに会い、実験に志願するよう勧めた。その結果実験は失敗した。そうだ、50年前のアクシデントでルーンは時間の荒波に飲み込まれた。そしてクレアもここを出て行った。博士がどうしてあんな態度を取るのか、やっとわかりました。タイムリバースの技術開発が進むと、カールは我々に大胆な考えを示すようになった。タイムライン上で折り返したり移動したりできるようになれば、理論的には時間の束縛から完全に自由になれる。我々はいかなる時間、いかなる地点にも行ける。そこには時間の因果律は存在しない。我々にとってはもはや過去も未来もない。永遠に現在にとどまるだけ。そしてその現在は永遠だ。つまりあなたと博士は50年前の話をしていたんですね。でも二人ともとても若く見えますが。ああ、私たちの時間は永遠に過去にとどまっている。だが君たちは今この瞬間も前に進んでいる。それがカールの望んだことなんですか？時間を司り全てを掌握するというカールの夢は実現できたことはなかった。私たちのように過去にとどまる者たちは永遠ではなく、永遠に縛り付けられているに過ぎない。永遠の中の1秒から金輪際抜け出すことはできない。大厄災がどういうものだったか教えていただけますか？私はあれを第二次タイムリバースと呼んでいる。我々はあの無謀な賭けに負けたのだ。初めてのタイムリバースの後、我々はさらなる研究や実験を進め、タイムルインズをいくつも作った。タイムルインズに逆方向のタイムエンジンを取り付け、タイムリバースによって生じる時空の乱れを相殺しようとした。それがリスクヘッジのために用意したプラン B だった。その後のことは君がさっき見た通りだ。オムニアム放射線が漏れ、事態は急速に悪化した。その対応策としてカールは第二次タイムリバースを決行した。だが様々な理由でタイムリバースは失敗に終わった。時空の乱流が我々の世界を欲しいままにねじ曲げ、都市や文明が忽然と消えた。つまり時空の乱流が陸地や文明のほとんどを消し去ったということですか？あるいは消されたのは私たちの方かもしれない。我々が元の世界から切り離されたのだ。我々は自分たちがオムニアムを理解し掌握していると思い込み、自らの傲慢さや愚かさから目を背けていた。タイムリバースが失敗した原因は？残された観測データによれば、誰かがタイムエンジンを起動する際にパラメーターを改ざんしたようだ。意図的に改ざんされたんですか？アイダの子だ。奴らは決してオムニアムに反対する烏合の衆ではない。あの謎めいたサーガもオムニアム時空の特性を我々以上に理解している。私は疑ってすらいるのだよ。奴こそが最も永遠に近づいた人間なのではないかと。ハガードはタイムリバースの技術を使いこなせるんですよね。それならなぜもう一度逆回転を起こして第二次タイムリバースの失敗を挽回しないんですか？静かな池に石を投げ込むと水しぶきや波紋が起こる。その時どうすれば池を穏やかにできると思う？わかりません。
第二、第三の石を投げ込んでも意味はない。水面が自然と穏やかになるのを待つ、それが正解だ。我々も最大限力は尽くす。この世界をオムニアムの危険から守る準備ができ次第、次のタイムリバースの検討に入るつもりだ。これで事の次第は十分理解できたはずだ。これからは自分が何のために働いているか、よく考えて行動してほしい。まだ停止していないオムニアムタワーが2カ所ある。謎のサーガが何を企んでいるかもわからない。我々に残された時間はもうわずかだ。次の目的地はキリオン鉱山のオムニアムタワーだ。だが近頃あそこでは奇妙な病が流行していると聞く。鉱山のボスはジンという男だ。彼とは長年仕事上の付き合いがある。彼に助けを求めるといい。フランスさんはすぐには動けない。だが手元の仕事が終わり次第、鉱山で君と落ち合う予定だ。近頃アイダの子は鉱山での活動を活発化させているようだ。任務遂行の際は十分注意してもらいたい。良い知らせを待っている。